ロルヒは、ドイツビュルテンベルク州シュトットガルト行政管区のオストアルプ郡に属す市である。この町は、レムス川上流域の谷に位置しており、シュトットガルト大都市圏変炎部に属す。ロルヒは、ネッカー川右岸の支流レムス川の谷に位置する。東のシュベービッシュグミュントと、西のショルンドルフとの間にあたる。ロルヒの北は、シュベービッシュフレンキシャー、バルト、南は、 シュベービッシュアルプである。ドルヒは、シュベービッシュフレンキシャー、バルト自然公園を構成する自治体の一つであり、シュベービッシュアルプ協会のリーメスユーホ道沿いに一致している。ドルヒは、北はアルフドルフ、東はシュベービッシュグミューンと、南はベッシェンボイレンおよびベルトリンゲン、西はプリューダーハウゼンと境を接している。ドルヒは、 かつて独立した自治体であったバルトハウゼンを含み、これらに属す35の村落、小集落、農場、住宅地で構成されている。ロルヒは、キルネック、ロルヒ、ラッテンハルツ、バルトハウゼン、バイトマールスの5つの地区からなる。州統計局の2019年現在のデータによる。ローマ帝国は皇帝、アウグストゥスのも紀元前15年に、アルプス山脈の北側、 現在のスイス、南ドイツ、オーストリアにまで派遣を拡大した。はじめは、ドナウ川上流とウラインが、ローマ帝国の国境であった。およそ100年後に、ローマ人は、彼らの呼び名で、アグリーイコールデクマーテス地方を併合した。この地方にロルヒも含まれた。ラエティアとゲルマニアスペリオルの二つの属州が、形成された。帝国の新たな国境は、 北と東に向かって伸びていた。何世紀もの間、この新しい国境は、堅固に守られた。王歴シャリーメスが建設されたのである。ローマ帝国の最も外側の国境にあたる、ゲルマニアスペリオールの東境界とラエティアの北境界は、ロルヒとシュベービッシュグミュントとの間の、クニックと呼ばれる、リーメスの屈曲点で結ばれた。ロルヒ城塞は、 アントニヌスピュスの時代にリーメス防衛部隊のための城塞として設けられた。この城塞はオーバー・ゲルマニッシャーリーメスの最も南の城塞であり、東は歴史アーリーメスにつながっていた。現在の福音主義司教会の庭に城塞の中心があり、城塞の側面は約150メートルから160メートルの長さがあった。この城塞の周辺に 民間人の入植地が連なっていた。この入植地は、レムス川の谷を通るローマ街道沿いに、長さ約1キロメートルにわたって広がっていた。当時戦略上重要であった。この街道は、アウクスブルクから、現在のシュトゥットガルトバートカンシュタットを経由して、マインツに通じていた。ロルヒのローマ時代の名称は判明していない。中世の名称や、現在同じく、 ロルヒと呼ばれているオーバーエースターライヒの町に対する、古名、ラウリアクムからの類推で、ラウリアクムという名称が、しばしば採用される。260年から268年までの間に、アレマン人の圧力により、ラエティアの北西部及びゲルマニアスペリオルの東部を放棄した。これにより、リーメスやロルヒ城塞も放棄された。ローマ人は、ライン川を渡って西へ、 ボーデンコやエラインを渡って南へ、イラー川を渡って東に交代した。ローマ人からはアレマン人と呼ばれたゲルマン人は勢力範囲を拡大し、ローマ人が撤退した土地に定住した。ハウスクロス作のフリードリヒ一世の埋葬中世初期のこの集落の歴史はわかっていない。この村で継続的な定住が営まれていたのかどうかもはっきりしていない。 11世紀半ばに村の教区教会に修道参事会が創設された。これは、シュタウフェンケの祖先たちの病書となった。1100年頃に、シュタウフェンケは一族の修道院として、ベネディクト会のロリヒ修道院を建設した。不確かな伝承によれば、その場所には、城があった。この修道院がその後この町の歴史を決めることとなった。コンラート三世は、 修道院に埋葬されていた祖先をこの修道院に移した。12世紀のロルヒは様々な表記がなされている。例えば、ロリカやローチ、ラテン語でロリアカスやロリアカムモネステリアムである。13世紀になると修道院はビュルテンベルク博の大館の下に置かれた。教区教会の参事会は14世紀後半に廃止された。この村は中世後期に 市場開催権を獲得した。中心施設に裁判所と浴場が設けられた。1695年のロルヒ・ウルリヒは1535年にロルヒの宗教改革を行った。シュマルカルデン戦争の結果、1548年にカトリックの礼拝が再開されたが、1553年には再び福音主義の牧師が就任した。もう一つの宗教改革の成果が、 学校の開設で1560年頃に専用の校舎が建設された。ビュルテンベルク高領の修道院であったドルヒ修道院は16世紀に廃止された。30年戦争によってドルヒの人口は1、3に減少した。その後数十年、活発な復興がなされた。1660年にドルヒは戦争前に創出した年に2回の市場を開催する。 権利を回復した。1810年から1819年までロルヒは、オーバーアムトの本部所在地であったが、その後ベルツハイムに移転した。1831年と1832年に、ロルヒは、さらに2回の市場を開催する権利を得た。1895年のロルヒ1861年の、レムス鉄道、バート・カンシュタット・バッサー・アルフィンゲン区間の開通により、 観光業が経済的に重要になり、宿泊施設の増築、新築がなされた。1865年6月22日に、ビュルテンベルクオーカール一世は、ロルヒを死に昇格させた。市当局の他に美化協会が観光を進行させ、ロルヒは、ルフトクアオルトとなった。1898年には464人の雇用客があり、 そのうち64人が外国人であった。これと並行して工業用地が設けられた。1876年に設立されたダイバー兄弟製麺工場は1904年に125人の従業員を雇用しており、この町で最も重要な雇用種であった。この工場は1893年にこの町で最初の電力使用者ともなった。自家発電した電力は、 この町の民間家庭にも送電された。1930年代初めの選挙で NSTP は、ロルヒとバルトハウゼンで平均を大きく上回る成果を収めた。1933年のドイツ国会選挙では、全国での得票率が43.9%、ビュルテンベルク州のそれが41.9%であったのに対して、ロルヒでは56.5%の票を獲得した。 その背景には高い失業者数があった。1932年のロルヒの失業者数は340人に達した。これには1930年の火災によって最大の雇用種であったダイバー製麺工場が創業停止したことが影響していた。これに対して1932年の NSTP 地元グループの設立者8人の中に非雇用者は1人もいなかった。 この党は、設立者のうち6人が関わるロルヒの中流企業、経営者ファミリーによって運営されていた。この地元グループの指導者は、切手省のヘルマン・イージー側であった。統制により、市議会議員が16人から10人に削減された。通りや広場が、ヒンデンブルク、ヒトラー、ビルヘルム・ムルにちなんだ名称に改名された。1934年までに、NSTP は、 NSTP に属さない市議会議員をすべて失職させた。ロルヒには、ナチ党の権力掌握の始めから、ユダヤ人は住んでいなかった。しかしナチの優勢学イデオロギーは、ロルヒや現在の市区から多くの障害者を追放し、グラーフェネック絶滅収容所で殺害した。1945年4月19日、アメリカ軍の第44不評次第が、北から、 ブルック農場を通ってロルヒに入場した。地元のナチの幹部の一部と共に組織された国民突撃隊による都市防衛戦を市長のショイフェルは制止した。このため白旗を掲げた修道院をアメリカ軍は接収した。第二次世界大戦では現在のロルヒヒ宿で合計256人が死亡し、64人が行方不明となった。 1945年9月17日、アメリカ占領軍は、1910年から市長職にあったビルヘルム・ショイフェレを罷免し、テオラウバーを暫定的に市長に任命した。1946年4月2日、戦後初の市議会で選出されたオットーバー・ライスが市長職を引き継いだ。1945年から1946年に、 難民の大きな集団がロルヒに流入した。1946年春にはその人数は約650人に及んだ。現在の形の市は1972年1月1日にロルヒ市とバルトハウゼン町が合併して成立した。ロルヒの福音主義市協会1535年に宗教改革がなされた後、ロルヒは主に福音主義の町となった。それぞれが 教会道を有する三つの福音主義教会と、ラッテンハルツに、礼拝堂がある。また、二つのローマイコールカトリック教会もそれぞれが、固有の教会を有している。ロルヒとバルトハウゼンの新使徒派教会は、教会道新築を契機に2008年に統合された。ロルヒの主義会は、26議席で構成されている。第二次世界大戦後の市長を列記する。ズガラ。 左右に分割。向かって、左は金字に、黒の大文字、L。向かって、右は黒字に、金の四紙。イニシャルの L は15世紀から、当時のフレッケンの印象に用いられていた。逆の配色で描かれた、シュタウフェンの四紙は、この町が、シュタウフェンの中心地域に属していたことを示している。この文章は、1934年に認可された。有効都市。 ドルヒ修道院ロルヒのリーメス屈曲部を含むオーバーゲルマニッシュレティシャー。リーメスは2005年7月15日からユネスコの世界遺産に登録されている。ロルヒ春節湖は1981年11月5日に指定された広さ18.5ヘクタールの自然保護地区である。ドルヒとバルトハウゼンとの間にあり連邦道 B29 号線レムス レムス川支流のバルカースバッハ川に囲まれている。この自然保護区は南西の草地や鉱材が生育しつつ、ある領域を含み、絶滅の危機にある動植物、特に鳥類の生息地となっている。この他に、ロルヒには4つの景観保護地区、3つのビリ林、19の自然文化財領域及び11の自然文化財がある。修道院の北西の森。 北緯48度48分31秒統計09度42分33秒北緯48.80861度統計9.70917度48.808619.70917付近に自然文化財に指定されている八本のセコイアデンドロンがあるこれは百六十六年にビルイコールザートから株分けされ当時ロルヒにあった ベルズハイムエーリン賞に送られた50本の樹齢1歳の木であった。1955年まで修道院の前に樹齢約1000年のバルバロッサリンであるいはホーエンシュタウフェンリンデと呼ばれる西洋菩提樹の木があった。ロルヒとアルフドルフとの間にあるシェルメングリンゲはロルヒの最も古い観光資産である。1885年に地元の美化協会がこの砂岩に囲まれた谷を通る 遊歩道を整備した。おそらく1932年以前から夏の半年間流れる川の水を利用した長さ500メートルの水の遊具が作られる。1996年からシュバーベンアルプ協会が遊歩道と水の遊具を管理している。毎年5月または6月初めに開催される紋章動物にちなんで名付けられたレーベンマルクとはロルヒ最大の一祭りである。 この祭りは1972年から開催されている。この他に収穫祭や聖マルティヌスの祝日にシュトラーセンマルクトが旧市街で開かれる。ロルヒャーファスネットゲザルシャフトは1997年に設立された団体で1998年から毎年社肉祭のパレードを行っている。2008年には53グループが参加したロルヒ駅公共交通機関。 レムスタールに沿って、レムス鉄道が通っている。この鉄道には、ロルヒ駅とバルトハウゼン駅がある。バス路線は、月品園、乗り合いバス交通や、その他の企業によって運営されている。公共旅客交通の鉄道、バス路線は、オストアルプモビール交通共同体運賃やそれぞれの、交通会社固有の料金が適用される。道路、ロルヒは、ここでは4車線の連邦道。 B29 号線沿いに位置している。鉄道の北を通る旧 B29 号線は1938年から1940年に当時の帝国道路29号線として建設されたものである。ロルヒは連邦道 B297 号線の起点である。この道路は月品源を通って中便源に至る。自転車道この町を ドイツリーメス自転車道が通っている。この自転車道は、ライン川沿いのバートへ、人間から、ドナウ川沿いのレーゲンスブルクまで、オーレティシャリーメス沿いに伸びる全長8 1 8トル以上の自転車道である。地元企業ビンツ社は、救急車、霊柩車、その他の特殊な車両を製造している。この会社は、ロルヒに本社を置いている。ビンツは1950年代に、 スクーターの製造していた。これは現在では二輪、オールドタイマーコレクターの間で希少価値の高い賃品とされている。ビンツ社はバルトハウゼンの支社で患者搬送車やその他の医療用車両を製造している。原動機付き車両用部品メーカーのマーレフィルターシステムはロルヒに製造工場を有している。2004年現在、ロルヒでは約300人が働いている。 この施設はかつてのダイバー製麺工場の敷地に立っている。プフェフレ放送は1880年にベルズハイムで設立され、1886年にロルヒに定住した工業系企業でボール紙を材料にして折りたたみ式の箱やその他の製品を製造している。最盛期の1925年には162人の従業員がいたが、2012年現在は、 約70人である。プフェフレは2002年から毎年約6万セットの DNA 分析セットをバーデンビュルテンベルク州警察に納入している。1922年にヘルマン・イージーガーによって設立された同盟の切手賞は国際的に活動している。この会社はその広告で切手の街ロルヒと宣伝している。百七十一年に当時の経営者が携わった。 アポロ15号切手事件で知られている。ロルヒでは1906年から日刊誌、ロルヒャー・ザイトゥングが刊行されていた。この新聞は1933年から国家社会主義日刊誌のサブタイトルを付け、1935年まで刊行されていた。現在、ロルヒはレムスイコール・ザイトゥングとグミンダートランスポートの高読地域になっている。 両新聞社はシュベービッシュグミュントにある。シェーファンフェルト学校センター現在は純粋な基礎家庭学校となっている町の中心に位置するシュタウファー州では1961年に完成した。市は中心外北部に位置するシェーファンフェルトを1971年に州から譲り受け、ここに学校センターを建設した。先週家庭を含む本家庭学校、 実家学校、フリードリヒに世義ムナジウムがここに建設された。この他に、バルトハイムにバルトハイム基礎家庭学校、中心地区に養護学校メイリケシューレがある。ロルヒのメイリケ休を前に建立された、マリアクロス作のメイリケ像これらの文献は、翻訳元である、ドイツ語版の参考文献として挙げられていたものであり、日本語版作成に際し直接参照してはおりません。 ありがとうございます。